突入！巫女の回収を急げ！大丈夫か？ならいい。少し休め。ディザイアが人の命で作った石なんて使えるかよ。母さんはこいつのせいで。誰が傷つけたくない。天使の羽、イワン、お前もグラタス、あんたたちは一体何者なんだ。俺は何者なんだ。俺は何を信じればいい。ロイト、しっかりして、自分を見失わないで。コレット、誰の血を引いていても、どんな生まれだったとしても、ロイドはロイドでしょ。天使になっても私は私だって言ってくれたのはロイドだよ。たかだか親父程度のことでぐらついてんじゃねえ。何を信じればいいかだな。ふざけんな。信じることを信じ続ける、そう言ったのは嘘っぱちか。俺を失望させんなよ。ちっ、ゼロス、行け。巫女を守るために強くなりたい、お前はそう言った。あの言葉がまだお前の中で生きているなら、その言葉を信じればいい。逃がすか！どうです、巫女のマナの味は。
ようやく調整し終えたマーデル様の器は絶対に渡しませんよ。世界を救うどころか仲間を助けることもできない。まさにニコは愚かなる罪人というわけですな。ごめんね、ごめんね、みんな、ごめんね。違います。悪いのはコレットさんじゃない。コレットさんは悪くありません。悪いのはミコに犠牲を強いる。世界のシステムです。何？プレセア、プレセア、クソピアの苗床の分際で。こうなったのは全てミコのせい。恨むのなら私ではなく、ここにいる愚かなる罪人を恨むのですな。違う。コレットさんは悪くない。ありもしない罪を。なあ、なすりつけないで。約束したよな。あの出来損ないのペンダント作り直してプレゼントするって。こんな形になっちまったけど一生懸命作ったんだ。お前の笑顔がもう一度見たくって。戻ってこいよ。